みたいですね。そう、昨日、池原の放水で、これでもダメだったら、一気に18度。池原の放水で一気に18度。18度。はい、今18度。今18度。魚探ないんで、ちょっと水温わかんないけど、桟橋の水温計で見たら18度。やばいっすよ。釣れませんよ、今日。釣れないんですか？釣れませんよ。昨日から入ってるんですよね。昨日はそうですね。昨日もなんか大俣の上流の方は18度、はい、19度だったらしい、朝は。雨がすごい降って大俣めちゃくちゃクリアで、はい、魚がいません、はい、で西の川は、はい、魚めっちゃいるけど、はい、人もそれなりにいっぱいいる。大阪のいてる時はそんなに大して雨降ってなかったんですけど、うん、こっちは結構降ったみたいですよ。もう本流全部濁ってるんで、はい、七色で全部濁るって台風ぐらいですもんね。そうですね。前々回と登場していただいているシダツプロがすごい浮いてますね。ちょっかいかけに来ますか。あ、行くすか。ちょうど今ね、上でちょっと喋ってたんですよ。今日ガイドって言ってましたよね。そうです、ガイドって言ってます。あの人。あれは。おはようございます。おはようございます。でっかい船ですね。でかいですね。あれ乗ったらだいぶ楽しそうですね。楽しそうですね。え？ロコチャンネル。これ OK 今。大丈夫。大丈夫。噂は聞いてましたが、ガイドをやられるそうですね。あ、そうです。今日初ガイド。今日初ですか。お。こんなでっかい船で。でかい。え、これガチバスボート。え、ガチバスボート。ガチバスボートですね。フルサイズじゃないですけど、19.6 ft かな。200馬力。200馬力。ということで、このミラ君のガイド始めたんで。はい。どんなガイドですか。どんなガイド、まあ基本的に何かお客さんの分からない釣り方だったり、やってみたい釣り方を軸に、まああとはなるパターン的な、その日で合わせて釣っていけるところを教えていただけたら。なるほど。じゃあ初心者でも全然大丈夫なんですね。全然大丈夫です。大歓迎だそうです。皆さん来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。頑張ってください。釣れますね。釣れますね。お、それは何ですか。これはね、ちょっとめっちゃ楽しい釣り見せたくて。これ動画 OK なやつですか。OK です。これデンプシージャックって言って、はい、あの出たばっかの。お、これちっちゃい方です。これもう発売はしてるんですか。もうしてます。これ42の方ですけど。エラソマです。エラソマに後ろにほら重りが。あ、ない。もともと最初からついてて、これでこう。水面直下のクイックアクション。おお、見えますか。見えます、見えます。これめっちゃ楽しいですよ。掘って
ておいたらこうあゆっくり沈んでいく。ゆっくり沈みます。このまま置くとゆっくり沈むんで、はい、そうボトム付近を高速置くもできます、はいはい。これが今七色で来てるんですか。これめっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しいです。セッティングは PE とかですか。これは PE の 0.8 に、はい、フロロンの10ポンドリーダーを。0.8 にフロロンの10ポンド。そうです。まあリーダーなくても大丈夫です。 PE 直結でも、はい。昨日は釣れたって言ってました。昨日はね、はい、追い切れなかったですね。なんか水温低下めっちゃ追ってくるんだけど、はい、なんかこれのスピードについてこずに、はい、みたいな。あそう、昨日の超過的に言うとどんな感じ。言うと40アップ2本 の、はい、あのレギュラーサイズ2本。レギュラーサイズ2本、はい、50アップ出ず。厳しかったんですか。厳しかったですね。反応はするんですけど、はい、なんかこういまいち食い切れないっていう。七色ってこう白く濁ってることって、まあ、珍しいじゃないですか。珍しいですね。なんか普通に考えたら食いそうっていう人間的には思いますよね。思ってしまいますよね。どこが昨日全部行ったんですか。昨日、大股は見ただけで、はい、でほぼ西の川。ほぼ西の川。ほぼ西の川。本流はもうめちゃくちゃ濁ってて、はい、ローライトとかその雨降ってたら巻き物とか、はい、釣れるんですけど、はいはい、昨日ずっとピーカンだったんで、はい、でもスルーして、はい、西の川で見える魚だけを狙ってましたね。多分水温低いんで、はい、厳しいかもしれないですね。西の川行きますか。西の川行きましょう、はい、僕もそれがちょっと見たかったです。今日は行きみきも来てるね。来てますね。ちょっと帰りあれ取ろうか。タイミング、はい。昨日かおとついなんか、うん、池原で60ねえ、ずっとつよね。やばーっと。行きますか。はい、行きます。それは お、ドリフトクロークローの横横セッティング。ネイルとか入れてる感じですか。これ何も入れてない。ノーシンカ。ノーシンカ。ノーシンカで、あーそういう感じですね。死にかけの、そうです。何カニ的なもの。カニ的なもの。これこれ左側に行く、はい、でこれは、はい、今日もドリフトクローですか。そうです、同じやつで、これは右用、っていうか刺す方向を変えたらそう変わる的なものでは。そうです。あ、そうですか。です。ただこれ差し替えるとすぐボロボロになっちゃうんで、はい、こういうやつを使って。これはそれ何ですか。なんちゅうかな、あ、猫ストッパーですね。ですかね。あ、猫ストッパー、ね、名前わかんないけど、ここにさせる。猫、はい、ストッパーって言うんですか。猫ストッパーって言います。便利なものがある。便利なものがある。僕も最近使い出すようになりました、それ。これね、これ、ドリフトクロー。キングあるじゃないですか、はいはいはい、でっかい、はい。あれがめちゃめちゃいいですね。昨日、キングがめちゃくちゃ良かったんだけど。キングで同じようにやったら、そうそうそう、もうめっちゃゆっくりで。ブワンブワンブワン、行くんで。こういう岩盤とか、はいはい、うわ釣れそうですね。これそうでしょう。岸に追わせる感じで、
あれですよね、Cさんと乗るの初めてですよね。初めてだよね。はい、確かに確かに見ることはよくあるけど、はい、乗るのは初めてだキングドリフトクロウ昨日全部なくしましてもうちっちゃいのしかないっていう使い切ったっていうことですか袋で持ってきてなくて、はい、あのケースの中に入れてたら、はい、それが全部なくなったんです昨日やたらここすごかったんですよ。ここですか？ここやたらこのえぐれにいっぱいついてて、はいはいはい、1,2,3,4,4回食いましたね。ここですか？ここで、ここもうだいぶ浅くなってダメですけど、ないですそのうち6丸も1回食って、あの昨日ですか、フックまで、食い切らなくて、1匹だけやと思ってバイって投げたら、はいはい、4,5 匹ぐらいブワーってきて、はい、パフォーン、そのドリフトクローで、ドリフトクロー、減衰しすぎてる、なんか、あ、結構昨日、いやもう夜でだいぶ減衰してましたね。あの、あ、っていうかこれこの朝だけでこんな、そうですね、朝だけでこれかなり減ってますね、これ。もっとあの草全部、あ、沈んでましたね、昨日は。これ竿はミディアムぐらいですか？これはそうですね、 M です、66の M、 糸は14ポンドぐらいですか？12です。12ですか？いましたね。めちゃめちゃバスいそうですね。めっちゃいますね。でもこれ全然昨日より少ないですね。あ、おった、でかいでかいでかい、でかいですね。あ、見つけてました？はい、ずっといるんですよこいつ昨日から。あ、そうなんですか？2匹食いそう、めっちゃ食いそうでしょう食わないんだよ昨日から。そっちのやつ、こっちでかいですね。うわ、これカメラ見えるかな。見えるかな。って思って昨日一日ずっとここやってたんで昨日はでも あんなレベルじゃなかった。はい、もうすごかった。あれが10匹単位でこうわら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 、うわ、あれですか、そこそこ、ちょっと急僕、邪魔じゃないですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？あいつどっか行きました？いや、これはでも、あんな魚が見えてしまったら、やっちゃいますね。やっちゃいますよね。うわ、めっちゃ食いそうでしょ。うわ、めっちゃ食いそう。めっちゃ食いそうでしょ。食わないですか、あれ。ちょんって。あれやり。あ、ロロロロロロ。痛いわの。うわー、あれ、いいっすね。今の、普通やったらポロって、ピューッ、ピューって言っちゃうやつ。そうっすね。でも、バスの、あんな、今の見え方、こう、釣り人からしたら、うん、一番嬉しいやつ。一番嬉しいやつ。あ、そう、また、ね、戻ってきた。さっきのやつ。い
これ絶対た、うわ楽しい。あ、あっちから来ました。めっちゃおるよ、ボス。そ、絶対、うわ絶対来るやつやね。思うじゃん。思うでしょう。はい。釣れないんだよ。振り向きもしない。そうでしょ、釣れないんだ。釣ってくださいよ。ここは結構いつも行きますよね。うん、あ、でかいな、あれ50ですね。うん、めっちゃ楽しいこれ。うわ、あそこ3匹いますよ。そう言われれば言われるほど燃えちゃうタイプ。そうだよね。そうだよね。そうですよね。釣れなくてもなんか、ああ、これ一本でかいね。でかい。うわ、たぶん入った。絶対行く。絶対行く。これ行きましたね。行ってる行ってる。
食わんかったら諦められるでしょ。4番これね、はい、このガードありだけに結構しっかりしてるやつ、ガードありに合わせたこの腹筋、はい、フックの角度設計でしてるから、ただガードがなかったらまた別の形状になるっていうぐらいこだわってる、はいはい、今見てたら結構えぐいとこ行ってたじゃないですか、うん、あのレイダウンの、うん、あれでもガードついてたんですね。そういうことですガードついてることによってこういうごちゃごちゃしたところでも攻めれるっていう、ガードなかったらきつすぐ引っかかりますよね。ちょっともう投げれんね。そうですよね。いいとこに投げてもね、魚が折っても引っかかっちゃうとどうしようもないんで、はい、魚がおればね。おるかな、どうかなで投げてるんで全然おらんの。うわどうしたいや、もうこの映像が、もう映像で映像だけでビール3倍ぐらい、いやもういきますね。やめたんすか今。やばい、今やばい、今心臓出るかと思った。いやいや、僕今ちょっと ここまでで聞きましたけど、あーやば、今でも心臓悪い人だったら今のでも心肺停止になってる、精神的レベル間違いない。やば、もうちょっと岩盤があと 1m あったらもう食ってたの。食ってましたね。シュンって抜けた瞬間にもピュンってなる。あんだけこうダラダラ泳いでるマスが、ね、あそこでいきなりスイッチ入ったな。やばいな。でも釣れますね。あの感じ。目の前の方がいいですね。やっぱ岩盤が一番。下もいいっすね、これ。あいつは長いけど、細い感じだもん。え、あれ、岸向いてないですか？一匹。あれ、バス。あれ、岩、木ですか？木っぽいっす。やっぱ、楽しい。
なんか大きめの虫っぽいのがついてますね。あ、いいね。ワムワムフリアって言って、はい、もともとこの毛ついてないのがワムワムって言って、はい、あのコーヒー獣のワームがあったんだけど、はい、それにちょっともっとエビっぽくしようっていうのでフレアっていうのが出ました、はい、これ60だけどもうワンサイズちっちゃいやつもあるんで。それも選ぶもあるんですか。いや、これは普通にあのコーヒー獣。これにねネイル、ね、下にネイル打って、はい、でこれもあのジャッカルまだ発売してないけどストレートフック釣れそうですね。そうであのパワーフィネスって、はい、結構バレることない。あのバカでかいやつかかって、はい、木にぶら下がってる状態で、はいはい、ぶら下がってバレるっていうの。虫とかもそうだけどない。僕は少ないですね。結構痛い思いしてるから。あのでかいやつとかやったら、うん、あの薄皮とか握れ、うん、そう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 。それがストレートフックになると多分もっと奥でがっつりかかるから握れはないと思うから。ストレートフックいいですよね。僕も一時めっちゃハマってた時があって。ああ、おまじ結構好きになりました。それまであんまり使ったことなかったんですけど、使ったらおいめっちゃいいやんってなります。ストレートフックで俺結構今まで使ってきたけど、はい、バレたことない。うん、多分パワーフィネスとかで虫とかこう引っ掛けて提灯とか、はい、ああいうやつで食わしたらもう多分バレんと思うから、あとは糸を切れるか、はい、取れるか。すいません、あの選手交代。あのまたいつもの発作が出てしまって興奮しちゃってね、ちょっとやりたくなっちゃったね。そうなんですよ。本当はこう僕もボート持ってきてて、お互いの船でこう自分の船で自分が釣りするときはやろっかっていう感じだったんですけど、やるっていうこう小さな甘いお言葉に携帯でこう今撮ってるんですけど、やっぱり容量的にも、ね、うん、そうだね、サクサクって撮りたいですよね。そうですねもうサクッとね、終わらせてくれればもう OK だもん。サオとかもう全部自分の船に積んであるんですけど、全部この小さなのをまたお借りしてっていう感じ。なぎさもお借りしていいですか。なぎさ今撮っちゃったの。あ、撮っちゃったんですか。あ、3ポンドでやってたんですか。そうそうそう、見えた。でかいね。おお。U ターン。U ターンかましてきた。
クイーズのカードいいね。いいですね。すり抜けてきましたね今。ねえ。逃げてった。めっちゃ早い。めっちゃ早い。今のはフォールで食わす感じ？そうですね。なるほど。通るであるところに、通るであろうところに。で、向こうから気づいてくれて、今日ちょっと前半チーさんの見てたじゃないですか。うん。多分あれ恋じゃなくて、なんですけど、うん、動かしたら食わん。え？あれ恋じゃなくて？あれバスや。バスだよね。はい。めっちゃ岸向いてる。あれチャンスですね。あれやばいよね。行ったかも。いや行ってないな。めっちゃでかいな。あれ食いそうやね。食いそうっすね。っていうのはよくあることやね。お、ちょっと前落としすぎですね。ねえ、失敗しました。でも全然逃げんの。あ、逃げた。もうね、絶対食わないですねあれ。バックしちゃった。バック系のやつ。はいはい、またルアー来たってみたいな感じです。来たよ。しましたね。東レの 0.4 を使ってる、あの P。 そうですね、 0.4 メインで使ってます。なんて名前だっけ、スーパーライト P っていう。おうほうほう。あの、なんだったっけ、前チャプター1でもらった、はい、あの東レの P、はい、0.3 のピンク色のやつ、はい、今使ってるんだけど、はい、あれいいな。トラウト用の、あー多分そう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 、 P の 0.3 です。 0.3 するのがスーパーロコ。やめましたかちょっと今半分ノリで言いましたけど。あいつ釣れそうだよな。こいつですか。うん。とミハラムシの使い分けは何でしょう。使い分けてる？使い分けてます。お、どういう時にミハラムシを使うんですか？トゥイッチを、うん、メインに使う時をミハラムシ。ミハラムシ。で、サイコロは、サイコロはフォールだけ。フォール
ジューシーですね。そう。そうですね。こういうオーバーハングの下とかは、うん、ミハラムシ。ミハラムシでピピピッと。そうですね。なんか岩の。そう、撮影してる方やったらめっちゃ釣れそう、うわやばいやったんですけど、やってみたらわかります。あの食わないよね。ザ七色バスになってます、ね、仕上がってる感じが。仕上がってますね。あ、でっか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 、口パクパクしてる。オーバーハングでした。ほらパク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 、オーバーハングでした。なんか食ってるんですかね。なんか食ったんだろうね。逃げてた。あれ餌食うスイッチ入ってるかもしれない。マジですか。パクパク食った後に泳ぎ出して探してる感じが想像ですけどね。はい。お、下めっちゃおる。めっちゃおる。めっちゃ追えなかった。枝だった。岸向いております。岸向いてます。うん。バスの姿が見えないです。わお。はい。こう言ってましたよね。どっかに止まってます。うん、多分ね、こあのえぐれの下のところにこう岸向いてるかな。このサカサカ。もしかして姿を、あ、出てきてるね。あいつかな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日釣り、一日釣りしましたね。しましたね。もう夕方6時ですね。夕方、そうですね。今6時です。どうでした。僕はちょっと厳しかったですね。厳しかったですね。で、唯一2本、はい、40アップ釣れたんだけど、ビークのパーフィネス、あ、大俣川で。あ、見えます。うん、あんまり見えてない、うん、カバーに入れてっていうのと、あと尻尾だけ見えたやつ、はいはいはい、引っ掛けてやったらプシャン食ったのが、まあ、ちっちゃいのをポロポロ釣れて、はい、ただでかいのが釣れなかったですね。あ、50アップが。どうですか。僕もそのでかいの、ね、うん、釣りたかったですけど。いやいや、どうですか。釣りたかったけど。けど、チョーカー的に言うと、もう本間の殺菌までこれぐらいの一匹と、で最後に一匹45センチぐらい。おお、45ぐらい。一匹取れて終了と。終了です。じゃあ、 雰囲気が良かった朝とは。効果的にはね、朝だけっていう感じでしたね。雰囲気は良かったですけどね。そうですね。ただ全然釣れずと。全然釣れない、はい、みんな、工場で会った人とか声、喋ったらみんな厳しいって言ってましたね。言ってましたね。ただガイドさんで、なんか大股でフリーリグ、はい、で結構いいのが、ちょい深めでいいのが釣れたみたい。僕もちらっとさっき聞きました。あ、聞きました。なんで、はい、ね、またで、魚は持ってきましたか。そうなんですよ。今日、ね、実はこう、2人で釣れたらちょっと2匹、昨日釣れたら持って帰ってこようっていう、うんうん、お話やったんですけど、キーパー40でね、はい、うん、最後に1匹ちょっと釣れて、ちょっと僕は逃がしちゃったんですけど、裏切られた。すいません。ちいさんが、じゃあ持って帰ってきたんで、魚を行きますか。見に行きましょう。
を。サイズでね、いや全然2匹ともビーク、ね、うん、浅いところ浅いところですね。普通ちょっとお腹、はい、いい感じに膨らんでる。いやかなり素晴らしいと思いますなんとか釣れました七色っぽい。まだお盆休みというか、まあ、これからの、うんうん、なんかおすすめの釣り方とか来られる人に。そうですね、今全域的に濁りが入ってて、はい、で大俣と西の川が唯一ちょっと濁りが取れて、はい、来てる感じですけど、でも本流でも一応釣れるんですけど、やっぱちょい深めのカバー周りとかがいいと思います。で大俣西の川は、まあ、クリアなんで見えないぐらいの水深を狙うと釣れるかと思います。釣り方としては、まあ、ライトリグでもフリーリグでも、はい、キャロとかでも釣れると思うんで、うん、ちょっと深めの見えるか見えへんかぐらいがおすすめ。そうですね、やっぱ見てても回遊はやっぱそういう深いところを回遊してるんで、まあ、今日は無理やり浅いところで釣りましたけど、はい、釣るならちょっと見えないぐらいの深めか、サイトに自信がある人はちょっとサイトやってみてほしいです、ね、七色といえばですね。そうですね、まあこの後ね台風来るんでどうなるか分かりませんか、ね、来る人はぜひいい釣果を出してください。はい、はい、じゃあ今日はこれで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。